カルストン大東は日本の競走馬である。2004年のスプリンターズステークスに優勝した。新馬戦、楓賞を連勝し、朝日杯3歳ステークスに向かうも10着。その後、ファルコンステークス、アイビスサマーダッシュ、セントールステークスなど一番人気に押されるも惜敗。4歳時のアイビスサマーダッシュにて、重賞初勝利。この時の勝ちタイムは、現在も新潟直線1000メートルのレコードタイムである。2003年は9月に復帰し、5走して、オープン競争のアンドロメダステークスで1勝を挙げているが、2桁着順が3回と全体的に調子を崩している。馬自身のスピードはファンにも認められており、そこそこの人気には押されることはあるものの、その惨敗ぶりから重賞では力不足と言われることもあった。また、果敢に花を切って沈んでいくレーススタイルから1200メートルすら距離が長いと評されることもあった。2004年のアイビスサマーダッシュで優勝。続くスプリンターズステークスでは2着デュランダルに4馬身差をつける圧勝であった。アイビスサマーダッシュでは内枠スタートの直後に一気に外ラチまで寄ってからの逃げ切り、スプリンターズステークスでは不良馬場を利して4コーナーでの驚異的な再加速で後続を突き放しての優勝であり、鞍上の大西直弘のこの馬の性質を理解した好騎乗が光る結果となった。2005年は阪急杯2着、高松宮記念4着の後、アイビスサマーダッシュに出走。単勝 1.8 倍の一番人気に押されるも、59kg の斤量を背負って内枠となり、4着であった。次走のスプリンターズステークスでは、一時直線で抜け出すも10着に終わる。以降の出走はなく、2005年11月2日付で競走馬登録を抹消。新設されたばかりの新潟の直線コースでの重賞を出走機会連勝していることや、レース序盤に猛烈な加速を見せ後は粘り込みを図る競馬スタイルがファンの支持を得た。スタートダッシュよりも、むしろスタートしてからの圧倒的な加速力とゴール前での粘り込みが特徴的な馬であった。スプリンターズステークスを勝っているが、戦績としてはほとんどの勝ち鞍を平坦コースで上げており、そのスタイルを裏付けている。余談ではあるが2012年にバドトロワが勝利するまで、この馬以外にアイビスサマーダッシュで勝ち鞍を上げているお馬はいなかった。競走馬引退後は北海道、静内町、レックススタッドにて種牡馬となり、2010年11月に橋本牧場へ移動する。2017年現在までに地方重賞勝ち馬を3頭出しているが、この3頭はすべてシーフェアリーを母に持つ全兄弟である。ありがとうございます。